はい、どうも小坂です。今回の動画はジャンプチということで、前回ジャンプチの動画でボルトの大特集祭ガチャを引いたんですけど、今回はその動画の中で与えられたこちらのミツキとこちらのサラダを使ってみようかなと思います。で、まあ強さを見ていこうかなっていう感じですね。で、編成としては、まあ1枠目はいつも通りナルサスです。で、2枠目にミツキを置いて、で、ミツキは裂傷持ちなので、まあ同じ裂傷のね、筋肉マンとちょっと使ってみようかな、みたいな感じです。で、4枠目にサラダっていうところで、サラダは逆襲ダメージ持ちなので、ちょっとね、4枠目で使っていこうかなと思います。ということで、早速いきましょう。さあ、お相手にもサラダいますね。サラダを2枠目で使うんだっていう感じですけど、なんかちょっと変な感じですね。サラダは逆襲ダメージ持ちのはずなんで、まあ4枠目とかの方が無難かなみたいな感じで今回4枠目で使ってるんですけど、こうなんかあれですね、変な感じですね。2枠目で使っているお相手を見ちゃうと自分がなんかおかしいな感じがしたというか感じがするんですけどね。さあ、どんな感じなのか。さあ、毒にされましたね。さあ、これでとりあえず、そうですね、必殺口割ってもいいですかね。悟空&ベジータを使う前に割りましょう。割ってレジェンド使って次のターンでって感じでいきましょうか。あ、でも結構、あー、いい感じのダメージ出ますね。さあ、筋肉マンでやっていきましょうか。で、裂傷を与えていく。裂傷はやっぱ強いっすね。さあ、サラダ使ってるけど逆襲ダメージほぼほぼ出ないんじゃないかこれで、逆襲ダメージ出ませんねこれね。まあ2000ぐらいやるつもりでいるんで、ちょっとね、次の試合あたりで少しでも逆襲ダメージ見せられたなーって感じですね。ほぼほぼ逆襲ダメージ出ないな、これ。さあ、ちょっとお相手のね、パーティー。まあでも今回はラッキーでしたね。ということで2戦目いきましょう。さあ、2戦目ということで。やっぱ1枠目、ルフィとエース、強いな。さあさあさあ、今一瞬音が消えたんですが、びっくりした、今一瞬。ホーンって音消えましたからね。さあ、必殺プチが作れないと。やってますね。これやってますね。さあ、お相手ルフィ。おお、いい感じ。
さあここで、あでももう使わないかな。ベジットで弱体化のね防止はできてるんで、ちょっと今回はね全部使ってからいきましょうか。いい感じのダメージ出すな、これ。ミツキはいい感じの本当ダメージ出しますね。さあ、ということで弱体化防止していきましょう。さあこれでいきましょう。いやいい列車いい感じに出てますね。さあ最後は今回はまあそこそこ逆襲ダメージもね期待できるんじゃないですかね。さあということで百鬼夜行を打って魚雷ガール打ってた。まあでもそれでもって感じですね、やっぱり。まあただ勝てたんで、よしとしましょうか。それで今回はここまでですね。はい、ということで今回、ミツキとサラダ使ってみたんですけど、ミツキは結構いい感じの、ダメージ出してくれましたね。まあ、割ってる必殺プチの個数が多いっていうのもあるんですけど、けど、列車もね、いい感じに出てましたし、いや、ミツキは強いんじゃないですかね。サラダに関しては、まあ、逆襲ダメージっていうところで、やっぱり、まあ、今回2戦ともね、あんまり HP をね、削られない状態っていうところで使ったんで、まあ、それだとやっぱりちょっとね、火力的には見劣りしちゃうかなっていう感じはありますね。まあ、なんで、まあ、サポートがメインなのかな。友情ですね。友情がメインになってきてくるのかどうかとかっていうところもね、ちょっと考えながら今後使っていけたらなっていうふうに思います。ということで今回の動画が良かったよっていうふうに思っていただけた方はぜひチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ということでこんな感じでね、ジャンプ中の動画も、上げてますし、まあメインはドッカンバトルになるんですけど、まあ、ドッカンバトルとジャンプチ、そして、ニャンコ大戦争の動画とか上げてるんで、そちら、まあ、他のね、ドッカンバトルとか、ニャンコ大戦争の動画も見たいよっていうふうに思っていただけた方は、ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。